フラボーもいろんなことやらされて大変だね。アムロに比べたら楽なものよ。いつからだっけ？何が？僕ら話しなくなって。そうね、無我夢中だったからね。うん。コンピュータの内心は異常なしよ。アムロって怖いくらいたくましくなったのね。え？私なんかには届かなくなっちゃったのね。でもいいのよ、弱虫のアムロなんて見たくもないし。みんなこうして大人になっていくんでしょ。ごめん、フラウボー何も僕。いいんだってば。でもサイド6で何かあったの？アムロ変わったみたい。そうかい。別に。いつか話せるようになったら話すよ。いろんなことがあったんだ。そう。ターゲット 70% の確率で当てています。大変なものです。ララー少尉はザンジバルに戻るぞ。私のゲルググの調整もしなければならん。サイコミューの調整にはまだ時間がかかります。キシリア閣下からは督促されてはいるが、エルメスの整備が間に合わなければ話にならんぞ。何かしら。どうした。テストターゲットは出していません。なんだこの狂信は。私と同じ人がいるのかしら。ララ。あ、大佐が私の心を触った感じなんです。そういう冗談はやめにしてくれないか。間違いないのだな。は、機種不明の戦闘機を2機目撃したとのことです。うん、なら。フラナガン博士もザンジバルにお帰りください。ララーがさっき感じたのは敵が近づいていたからだな。シャー大佐が私に触った優しい感じでしたから、そうは思いませんでした。ということは、もしララーが敵と意志が通じ合える可能性が出たとき、戦闘力は維持するものなのかな。私には大佐を守っていきたいという情熱があります。しかし私はお前の才能を愛しているだけだ。それは構いません。大佐は男性でいらっしゃるから。ですから私は女としての説を通させていただきます。これを迷惑とは思わないでください。強いな、ララは。そういうララは好きだ。ありがとうございます。いや、やはり何かあるな。ん？ゲルググの装備は終わっています。プロトタイプですので完全とは言えませんが。ならテストを兼ねてマクベの様子を見るか。勘がいいのか、それともあの新しいタイプのやつなのか。味方のモビルスーツ。やるな。こいつ赤いモビルスーツ、シャアなのか。シャア、引け。今の貴様の任務はガンダムを倒すことではないはずだ。味方が苦戦しているのを見逃すわけにはいかんのでな。私なりの戦い方があるからこそガンダムを引き込んだのだ。任せたよ、マクベ大佐。来るぞ。
さっきからの感じ。あ、シャーとの小競り合いでビームを使いすぎたのだよ。もう剣を引け。汚い手しか使えないお前はもうパワー負けしている。シャーを図に乗らせないためにはガンダムを倒さねばならんのだよ。なんだこれは。もうおやめなさい。終わったのよ。え、何？ウラガン、あの壺をキシリア様に届けてくれよ。あれはいいものだ。それ見たことか。スケヤキバに何ができるというか。誰だ？誰かが僕を見ている。これはシャアじゃない。これはアムロ。ララありがとう。何を言うのだ。ララはただの戦士ではない。運が良かった。空気の流出が弱まってきたぞ。急いでザンジバルへ戻れ。はい大佐。私はガンダムを食い止める。はい。でも大佐は。ララ、私の心配なら無用だといつも言っているはずだ。さあ早く行くがいい。赤い彗星のシャア信じています。シャアが後ろから仕掛けたのか、それとも別の敵か。厄介なことになりそうだ。ガンダムのパイロットもニュータイプとはな。もう一度試してみるか。間違いなさそうだな。私の射撃は正確なはずだ。それをことごとく外すとは。あ、横からか。け、今度は前からか。さすがだなシャア。どこだシャ、どっから。よし見てろシャ。読めたよ。なんだと。が、しまった。鳴らし運転もしないで使うと。逃がすか。だいぶ消耗して
もう一息だったのに。あ、爆発やったのか。でもあのシャアが、まさかな。だいぶやられたな。偽の爆発であのパイロットを騙せたとも思えんが。よし、オムル、セイラ、ジョブ、捜査に出てくれ。アムロを発見できるまで第二戦闘配置。カイはガンキャノンでスタンバラせろ。アルテイシア。兄さん。ん？軍を抜けると言ったはずだ。それが士官とはな。兄さんこそジオン軍にまで入ってザビ家に復讐しようなんて、やることが筋違いじゃなくて。お前の兄がその程度の男だと思っているのか、アルテイシア。え、誰なのだ、声が。ジンバラルの教えてくれたことは本当のことかもしれない。あのジーヤの口癖だったからな。お父様のジオン様がなぜジオン共和国をお作りになったのか。それはニュータイプとして再生する人類全体の未来を考えてのことでございました。ところが急の病に倒れ、その御臨終の際にお父上は出銀行をご指名になったのです。え、私ごときを次期首相にと。私はジオン様のご気性をよく存じております。出銀行をご指名になったのはご自分の暗殺者が出銀行だと教えたかったのです。そうでなければお父上のお味方が次々と倒されたり、キャスバル様とアルテイシア様に嘘の名前までつけて地球でお育てするようなことをこのジーはいたしません。ジオンに入国してハイスクールから士官学校へ進んだのもザビ家に近づきたかったからだ。しかしな、アルテイシア、私だってそれから少しは大人になった。ザビ家を連邦が倒すだけでは人類の真の平和は得られないと悟ったのだ。なぜ？ニュータイプの発生だ。アムロがニュータイプだから。ニュータイプ？うん、そのニュータイプを敵にするのは面白くない。今後は手段を選べぬということだ。ジンバラルはニュータイプは人類全体が変わるべき理想のタイプだと教えてくれたわ。だったらニュータイプを敵にする必要はないはずよ。キャスバル兄さん、兄さんは何を考えてるの？もう手段を選べぬと言った。アルテイシアはあの木馬から降りるのだ。木馬？あのホワイトベース？ああ、ここから地球に脱出するくらいの金塊を残していく。地球に行って一生を全うしろ。私はもうお前の知っている兄さんではない。兄さん。マスクをしているわけがわかるか。私は過去を捨てたのだよ。兄さん。アルテイシア、その素顔をもう一度見せてくれないか。思い直してください。兄さん、綺麗だよ、アルテイシア。お前に戦争は似合わん。木馬を降りろよ。兄さん、キャスバル兄さん、兄さん、お兄ちゃん。
大佐、別れた後何があったのです？ララ、私にも悲しいことがあるのだよ。聞かないでくれるか？わかります。発信物嫌いじゃない。トランクに貼り付けてあった手紙がセイラー宛てだということしか私は知らん。カイにも口止めしてある。心当たりはあるのかね？あります。私には検閲する権利もあるが、教えてもらえんか？トランクの中身と差出人のことを。トランクの中身はきっと金塊だと思います。間違いないのだな。おそらく。差出人はシャ・アズナブル、赤い彗星です。そんな、バカな。先の約束を果たされんことを切に願う。あの優しきアルテイシア・ソム大君へ、キャスバル・レム大君より愛を込めて。